おはようございます。2021年10月3日日曜日朝6時です。いやー、亡くなりました。天気は晴れ、気温の方は18度、ちょっと肌寒いですね。 T シャツ短パンで波なんですけど、もう完全に北西に押されて、もうフラットです。もうインサイドのちょっとショアブレークぐらいしかないです。まあ、完全に冬ですね。冬です。釣りも多いしっていう波状況になっております。さあどうするって感じ。まあしばらくっていうか、もう本当になさそうですね。あんだけクローズしたのにみたいな、あんだけクローズしたのにこれですね。もうただすごい人だけ多くって、車がちょっと止めるとこがない感じです。もうそうっすね、しばらく上がる気配はないです。ただ風が弱いのが火曜日で、潮がまあだんだん動いてくるんで、まあ下げの時間を狙うならまあそういうとこでもできるかもしれんですけど、まあちょっと地形の方もね、なんかいまいちっぽいんで、まあまた良さそうなところを探してやろうかなと思います。というわけで朝の波状況終わろうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた。